はい、どうもお世話になっております。カンタレ製作者がお送りします YouTube チャンネルへようこそということで、今日はね、お庭からお届けしますけどもね、梅雨のちょっとしたこう晴れ間ということでね、皆さんもどんどんこれはですね、オカリナを吹いて、洗濯物ですね、干しちゃってくださいということで、今日はですね、ちょっとね、質問が来ましたんで、それをやっていきたいと思いますということで、先生方って、人それぞれ、その、なんていうかな、型っていうのがあるじゃないですか。例えば、この先生だったら、クラシックが多いよとか、この先生だったら、童謡唱歌が多いよとか、この先生だったら、ジャズが多いよとか、ね、あるいはバックに据えてるのがピアノが多いのか、ギターが多いのか、まあ、弦が多いのか。まあいろいろあると思うんですけども、それを、生徒レベルね、門下生なんですけども、そういったこう指針ってどうやって持った方がいいですかという、お問い合わせが来たんでやっていきたいと思います。まあこれはですね、まあ自分が好きな曲をやるっていうのが僕は一番だと思うんですけども、まあそう言っちゃうとね、身も蓋もございませんので、ちょっとね違ったアプローチで皆さんにちょっとね、こういうことを気をつけたらね、非常にいいんじゃないかということをお伝えしていきたいと思います。で、音楽って3つからですね、大きく分けると3つの要素で成り立ってるの。これ何の3要素だか分かりますか？音楽って3要素なんですよ。そうなんですね。メロディー、ハーモニー、リズム、この3つなんですね。多くね、ざっくり分けるとよ、メロディー、ハーモニー、リズム、この3つで成り立ってるんですよ。で、実はですね、我々が住んでいるこの日本っていうのは、どれが一番軸となっているのか、ね、いわゆるアイデンティティのとこですね。もう、太古の昔からね、平安時代ね、もっと昔から、刻まれているものっていうのがあるんですよ。やっぱり土着の音楽、文化っていうのがありますからね。だからそういったものを知っておくと、まあこの人が言う指針になるかなと思ってます。この3つっていうのが実は、うまいこと、地域ごとに実は分かれてるっていう話なんですよ。これ何かっていうと、いわゆる我々が住んでる東洋、ね、東洋じゃない。で、もう一個が西洋。そうなんです。で、もう一個どこだか分かりますか？それ音楽だよ。東洋音楽、西洋音楽、アフリカ音楽なんです。このね、三つに分かれるんです。で、その三つが今言った、メロディー、ハーモニー、リズム。この三つがね、うまいこと分かれてるんですよ。そのアイデンティティというね、その根っこの部分で。じゃあ、東洋、我々が住んでる東洋音楽ってどれだと思いますか？まあ分かりやすいところで言うと、やっぱ西洋音楽ってどれだか分かります？これ明らかにハーモニーなんですよ。やっぱ西洋音楽ってハーモニーがやはり基礎となってるんですね。例えば何でしょう、ウィーンとかザルツブルクとかね、ベルリンとか、まあ、そこら辺で奏でられてるものっていうのは、やはり和声、和音、これを大切にしたハーモニーによって構築されてるんですね。ですから、例えば、教会音楽なんかで言うと、もう和声だけで、あーってなるじゃないですか、みたいな感じで、まあ、西洋音楽っていうのは和声になってる。そうなると、残り2つ。メロディーかリズム感になるわけじゃないですか。でも、なんとなくここまで来るとわかるよね。アフリカの基盤となっているものはどっちか、リズムなんですよね。これもなんとなく想像つくと思うんですけども、例えばやっぱりまあこういうリズムとか、足を鳴らす、あとは太鼓を叩く、木で何かを叩く、リズムが軸になるのがアフリカ音楽なんです。さあ、残ったのがそうなんです。我々が住んでいる東洋っていうのは、実はメロディー文化なんですよ。これがね、非常にわかりやすい。なので、メロディーが綺麗なものを、皆さん実際のアイデンティティとしてやっていただく。これね、非常に、まあ、理にかなったものかなと思ってます。ですから、これはもう本当に我々が先祖代々受け継いだその土着のメロディー、土着の風土、文化によってメロディーが重視されてるわけですね。で、例えばの話ですけども、日本音階とか聞いたことないですか？あるいは琉球音階とか。いわゆる音階ってことはメロディーを構築するためのやつなんですね。で、日本音階っていうのは、いわゆる夜な抜きって言って、4つ目の音と、7つ目の音を抜くんですね。ド、レ、ミ、ファ。
まずファを抜きます。ファ、ソ、ラ、シ、7つの音目ですから、シも抜きます。ファとシを抜いた音階を吹くと、なんとなく日本っぽいメロディー旋律になるよねっていうのが日本音階なんです。ちょっといきますよ。これがヨナ抜きで、ファとシを抜いた音楽なんです。なんとなく今指動かしただけなんだけど、なんかに聞こえません？そうなんです、これなんですよ。はい、ハマチドリはおそらくファとシ使いません。うん、ですからこういう、うん、なんとなくね、特にヨナ抜きの旋律を吹くことによって、自分のアイデンティティとして一本軸ができる。で、一番いいのが、旋律が好きな旋律が鳴っている曲、これをやっていただくと、非常にその自分の軸となるんじゃないかなと思ってます。だからここであえてリズミカルなのをやっちゃうとか、あるいはその和声感があるものをやっちゃうとなると、その基本的にちょっと習ってる人だったら別なんですけども、オカリナを01で楽しむためのアイデンティティとしては、私は、あの日本音階とか、いわゆる東洋のメロディーラインが美しいなって思う曲を演奏する、これがね非常によろしいかなと思ってます。で、今吹いたのが、ハマチドリじゃないですか。で、例えばイエライシャン、これなんかも中国の作曲された曲なんで、すごくいいでしょう。すごくメロディアスですよね。で、これね、ちょっと僕、聞いてみたら YouTube でテレサテンさんがカバーしてるやつがあったんですけども、冒頭がアカペラで歌ってるんですよ。で、アカペラで歌ってるってことは、ハーモニーもなければリズムもないわけですよね。ということは、やはりメロディーが素晴らしいからアカペラで歌えるということにもなるわけなんで、ぜひこのね、ハマチドリ、そしてイエライシャン、私のおすすめなんで、皆さんこの2つやっていただくと、プロのような、なんとなく軸というのが見えてくると思いますので、ぜひこの2つ演奏してみてください。ということで、ちょっとイエライシャン吹いてみましょうか。いい曲ですね。ぜひ吹いてみてください。